皆さん、こんにちは。光のメッセンジャーのサナです。はじめましての方も、チャンネル登録をしてくださっている皆さんもご視聴いただき、本当にありがとうございます、えー。つい最近なんですけれども、チャンネル登録者がですね、なんと1200人を超えました。もう本当に皆さん一人一人の、 応援のおかげです。本当にありがとうございます。そして今日はですね、久しぶりにカードリーディングをしたいなと思ってるんですけれども、もう見ての通りカード3枚ずつ引かせていただきました。今回は、女神様のガイダンスオラクルカードと、こちら、Nature's Whispers というね、あの、オラクルカードを使ってやっていきたいと思います。3枚ずつ引いたんですけど、今回は2024年5月のこの、 好きに対してのメッセージを引いたので、ちょっとどんなものが降りてきてるかなって感じなんですけど、まず最初に気になったのがこのチルドレンのカードね。子供たちを導くダーマラさんっていう女神なのかなちょっと名前方、名前の呼び方が合ってるかあれなんですけど、you're good at helping, canceling and healing children. Use your skills to help children now って出てるので、皆さんは あの、お子さんをこう、助けたり、癒したり、カウンセリングしたりするのにすごく長けてる。そしてそのスキルを今、子供たちに使う時が来ましたよって出てるので、特に5月は、お子さんと関わる機会が増えたり、そういう子たちに何か教えたり、自分のスキルをこう、シェアしたりとか、まあ、アルバイトでも、お仕事でも、 フルタイムでも何でもいいんですけどっていうのが一つと、あともう一つがですね、もうこのチルドレンって出てるぐらいなので、ママになるとか、パパになるでもいいしもちろんなんかこう新しい家族が増えるとか、ペットも聞こえてるんですよね。で、ペットの中でもワンちゃんとかもそうなんだけど、なぜかウサギさんが見えるので、ウサギちゃんに関係してる人見てるのかなともちょっと思いました。はい。 これが最初に来たんですよね。で、次に来たのがね、その子供関係で多分今月はいろいろあると思います、皆さん。パーフェクトセッティングって出てるので、まあ、すごくいい。完璧、パーフェクトなそういう環境とか状況がやってくる。ここだって思う場所でなんかその、ご自身のスキルを活かせる場所が出てきたりとか、 ね、考えてるんですよね。これ、考えるっていうカードなので、熟考するみたいな。何を考えてるんだろう。なんか今後、こういうことがしたいなって、もしくは、オッケー。そう、もしくは、考えてるというよりも、考えてたことなんじゃないかな。こういうことを子供たちとかにできたらいいなとか、まあ、親子ヒーリングでもいいと思うんですけどね。なんかこう、ちょっとこの子、笑顔というより、ちょっと、なんだろう。 なんかちょっとね、この親子が、なんかどっか向いてて悲しげな感じにも見えるんですよね。だからやっぱりこう、お子さんだけじゃなくて親御さんでもいいんですけど、なんかこう癒す仕事っていうか、なんかそういうことを5月にする人が増えてくる気がする。もしくは皆さんなんかできたらいいなって。親子に対してとか、お子さんでも、 親御さんでも、大人でも何でもいいんですけど、なんかこう、家族に関係してる気がするな。を癒せるものが何かできたらいいなと思っていて、それが完璧なこういうセッティングがされてる場所があり、一歩踏み出しなさいって出てるので、もうやる気はないっしょみたいな。Take a risk and put your hearts to desire into action this. です。<laughs> やっぱはいリスクを冒して皆さんのもう本当に心がこう望んでいることを行動にしましょう示しましょうアクションを起こしましょうということなので一歩踏み出してその与えられてる素晴らしい環境のところで皆さんのそのスキルとかお子さんとのを癒やすとかねカウンセリングとかリーディングとかでもいいと思いますし 助ける、なんかそういうことを今やる時がやっと来ましたよってその場所が用意されてる感じがしますね。だから5月は結構そういうお仕事とか舞い込んできたりする人も多いんじゃないかなと思います。はい。そして、あとは、もしくは、 自分が教える側じゃなさそうだなって人がもし見てるのであれば、ご自身のお子さんとかね、になんか習い事をさせてみたいなとか、こういうことやらせてみようかなって、親御さん側がちょっと考えてるとか、なんか教えたいとか、なんでもいいと思います。ダンスとか、英語でもいいし、お絵描き教室とか、なんかね、ちょっと絵っぽい気もするんですよね。絵を描いてるから、あの、さっきスキルで言ったけど、別に教えるのがカウンセリングとかじゃなくて、 アート系のヒーリングとか、アートのワークショップとか、ちっちゃい子に教えるワークショップとか、お教室とかでもいいと思いますし、なんかそれもすごく感じたのと、そう、なんか絵をちっちゃい子に教えるとかでもいいのかなと思いましたね。ちっちゃくなくてもいいんですけど、そう、なんか特に、あ、見てください。これアクションが2枚出てるんですよ。ここにアクション書いてるよね。それでここにも、 アイディア r コース f a アクションって書いてるので、理想的な行動って出てるから、なんか行動を起こす好きなのかなって感じがします、5月は。子供たちに対して何かこれをしたいとか、しなきゃとかって思う使命感が出てきたりとか、こんな環境に恵まれてるんだったりやる気はない的な感じで、リスクを犯すって出てるので、 一歩踏み出す時が来たんじゃないかな。そしてそれは、なんかこう、偶然とかっていうよりも前からやりたいって考えてたことで、ビジョンがあって、それがちょっとマニフェストする。なんていうの現実化するっていう感じがしました。はい。そして最後。cycles and rhythms. サイクルとリズム。honor the cycles of your body, energy levels and emotions. 皆さんの体の周期やエネルギーや感情のそうですね。皆さんの体、エネルギーのレベル、感情の周期をもっとこう大切にしなさいっていう感じがする。なのでサイクルとかリズムって出てるので体のバランスとか 食生活の見直しとか、あ、OK。なんか、リズムが戻ってくるって言ってるんだよね。だから、私だけなのかな結構、あの、どうですか皆さんなんか、4月って彗星の逆行があったりとか、ちょうど満月も終わったりとかもあって、私的には結構、もう寝る時間もバラバラだし、ここ何日間かもう、本当不眠みたいな感じで、 朝4時とか5時とかに寝てるんですね。もう本当に寝れなくて、うん。体も結構急に熱くなったりとかして。で、このカードって確かあの生理の周期とか月経のね、あの婦人科系とかそういうのも関係してる気がするのでなんか体とか睡眠のサイクルとかそういう生活のリズムが戻ってくるって感じがします。 なんかやっと整うって感じかな。もしくはリズムでちょっとダンスを思い浮かんだんですよね。なんか踊りが好きとか、踊ってみるとか、ダンス教室とかヨガとか、なんだろうな。こうリズムを取るみたいな、なんか体を動かすことによって、皆さんのエネルギーのレベルが上がったりとか、こう精神的にも安定したりとか、 うん、体のリズムも整うっていうような感じがしました。もしくは、あの、踊りが好きとか、なんかこう、稽古とか、教室とか通ってるとか、そんな人もいるんじゃないかなと思います。なので、結構体を動かす好きなのかな。行動のカードがいっぱい出てるので、動いたりいろんなところに行ったり、でこれね、考えるってカードなんですけども、考えるのはやめようって感じがしたの。 考えてたことをもう行動に起こせるような環境が現れた人はもうそのままアクションを起こしてほしいし、あともう一つなんか思ったのは、うん。なんだろう。考え、いつ、いつやるの今でしょみたいな。なんか、そういう、前からこれやろうと思っててずっと考えてます。でもいつにしようかなどうしようかなじゃなくてもう、now! 今でしょって感じ。 なので、皆さんぜひ、今月はですね、行動に起こす月なので、一歩踏み出して、ぜひ、や、やりたいと思っていることがあって、このメッセージが特にリンクしてる人は、今だよって思ってほしいし、まだちょっとピンとこないなっていう人は、そういうようなエネルギーが結構来てるので、なんかパーフェクトって出てるから、そういう完璧な環境が来たりすんのかなって。例えば、 うんまあ、次の仕事転職とか探してる人とかは、お子さんに関係したお仕事とか、なんかね、産婦人科って感じするんですよね。なんだろう、う幼稚園とか保育園とか、婦人科系、うん、婦人科、産婦人科のなんかわかんない受付とか、子供と、 なんかすごい距離が近い感じがするので、そういう病院とかのお仕事、受付系もありえそうだし、あとそうね、なんか踊りとか、踊る人もいるんですかねリズムうん。なんかこうリズム取ってますもんね。あとなんだろう、フラメンコとか、なんでフラメンコが出てきたんだろう。社交ダンスとか、ヒップホップ、モダンダンスとか、 なんでもいいんですけど、なんか踊りとか、あとちょっと今感じたのがね、なんていうの、クラブみたいな、ちょっとあの、うん、ストリッパーまでいかないけど、なんかクラブとか、なんかこれがちょっとネオンっぽく感じたんですよね。蛍光のカラーというか。だからちょっと、わかんないけど、新宿ってちょっと聞こえてるので、新宿とかなんか、 <laughs> そういうクラブが多いところだからかな。わかんないけど、なんかパーティーみたいな感じもしますね。すごい。パーティーかなんかすごいセレブレーションって感じだよね。なんか楽しんでワイワイやってますみたいな。いいですね。すごい弾ける感じのエネルギーで楽しいと思います。うん。他に、is there anything else? 他に何かありますかちょっとチャネルリングしてみようかな。私結構普段あのエンジェルさん が多いんですねでチャンネルの名前も「エンジェルサインズ」「天使からのサイン」「天使のサイン」っていう名前でやってるので自分はもう天使だけかなって見えたりするのはと思ってたんですけど最近ねあのなんだろう別の高次元のものともつながってみてもいいんじゃないかなって思っていてそれこそこの女神さん のカードを使ってみたりとか、今回はエンジェルさんのカードではないんですけれども、この自然のね、nature's whispers っていう自然の囁ささき直訳すると、こういうカードとかを使ってチャネルリングしたりしてもいいのかなと思ってるので、ちょっとこの3人の女神さんから何かメッセージがあるかどうか受け取ってみたいと思います。何かありますか うん、5月は、なんかもう、考えるのはやめなさいって言ってるんだよね。それがなんか、overthinking、考えすぎな方のあれなのか、なんか procrastinating の方なのか、なんかこう先延ばしにする、こう、 やりたいことがあっても、なかなか一歩踏み出さないみたいな感じのエネルギーなのか。ちょっとエクストラーカード引いてもいいですか ?2 枚もうちょっと引いてみたいと思います。はい。おう、go outside だよね。だよね。<laughs> なんか、一歩踏み出しなさい。行動する時が来たよ。外に行きなさいだって。 You have been indoors too long, go outside and get some fresh air. 皆さんも中に居すぎ、外に出て新しい空気を吸ってくださいって出てるので、やっぱりなんか今までとは違った方向から何かする時が来たのかなって。別にあの皆さんが何もしてないとかそういうふうに思ってるのではなく、ずーっと同じ感じでやってきたものに、 新しくなんか違うエッセンスを入れるそれが結構お子さんと関係してる人も多いのかなと思うし、あと先ほども言ったように新しい家族を迎えるとかね。それがメッセージとしてあの当てはまってる方はおめでとうございます。ママになった、パパになったとか、そういうのもあるかなと思うんですけど、go outside. 外に行きましょうだから結構5月はいいろんななとところに行くのかなと思います船とかね見るとここにもちょっとちっちゃい船があったりするんですけどでこれもね私なんか直感的にこのカードを見るとあこれ何船船ではない分か,か,かんないけどなんかこのカードを見るとちょっと外国っぽいんですよね海外。 だから別にインドアが家ってわけじゃなくて、まあ、国内にいたのをちょっと海外行ってみるとか、外国に行くとか、なんかそういう感じもちょっとしましたね。あとは旅に出るとか旅行するとか、前からやってみたいと思ってたんだよね。もうそれ考えないで。もうその環境来ましたよ。超パーフェク t タイミングですよ。だから一歩踏み出して、やっちゃえ。<laughs> リスクを犯して一歩踏み出していっちゃいましょうっていう感じですね。なんか一歩踏み出すって感じこの自分の殻を破って一歩踏み出して外に出てみましょうってことなのでちょっとこう今までとは違った角度から何かアプローチしたり例えばですけどイベントとかアクティビティ的なものに参加してみたりとかって人も多いんじゃないかなと思います。 ちょっともう一枚引いてもいいですか <laughs> 何枚引くねみたいな。ラフターオッケー。笑い。笑いのカード。この前もこのカード引いたんですよね。なんかイベントの時に。笑いとか、妖精さんのカードだね。子供。やっぱり若いんだよな、ね、エネルギーが。妖精であり、しかもちょっとちっちゃい子だから。 なんかその子供と関係するお仕事とか、子供に関わるようななんか出会いがあったりとか、特に小学校以下とか、小学生でもいいんですけど、結構ちっちゃい感じがするな。が本当、うん、笑いってやっぱり、どの薬にも変えられないっていうか、だからこう楽しい、ワクワクするようなことを、 笑顔が絶えないみたいな、なんかそういう環境がね、整う感じがするんですよ。もう思い描いていた環境がまさにみたいな、それがやってくるパーフェクトセッティングですよ。もうパーフェクトな設定がされてるわけです、ここに。もうそれを、あ、もうやっと今だよねって、前から思ってたんです。私これやりたかったんです。これだーみたいな、指さしてる。これだーみたいな。それが、 理想的な行動のパターンがここからやってくるので、結構5番、5月の、あの、月によっても数字とかもね、あるからあれですけど、5月の5番って変化とか、やっぱり動きのある月だと思うんですね。スピリチュアル的にも5番って多分、そう、変化のある数字なので、5月は結構、 じっとしてるというよりも、外に出る機会がすごく多いと思います。どこかに、こう、呼ばれたりとか、自分で、今まではなんか結構、いや、インドア派だった人も、いや、キャンプ行ってみようかな、とか、ちょっと誘われたからパーティー、パーティーわかんない、なんか踊りパーティーとかそういうところに行ってみようかな、とか、なんか DJ とかそういうライブっぽい感じもするんですけど、 なんかそういうところで結構行動的な月になるかなというエネルギーをすごく、はい、感じました。という感じで、5月はアクティブで、なんだろう、こうリスクテイキングな月になりそうなんですけれども、でも、うん、そのことによって、なんか、 仕事なのかなサイクルとかリズムが整うっていうことは結構外に出るようになったり動きがあることによって体とかメンタル面だったりとかエネルギーとかもすごくリズムが整ってきたりとか例えば毎週この日はこれをするとかなんかルーティン化してったりまあバイトでも何でも仕事が見つかるとかそれによってこう収入面でも安定してきたりとかっていうのがあるんじゃないかなと思いますなんかねすごく まさに求めてた環境って感じがする。まさに私がやりたかったのはこれなんですみたいな。だから結構そういうところでお仕事とかなんか仕事じゃなかったとしてもなんか活動できるイベントとかアクティビティとかが出てくるのかなっていう感じがしました。ということでご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。